大阪久しぶりだな。田畑芳雄、年齢50、いや違うね、38や。本当に久しぶりの大阪、よう来てくれました。今日は張り切ってんねんで。任しとき、こんなものやらいでかいや。それからやがな。それからだな、もう大阪は言うなれば第二のふるさとや。今日はもうな、全部関西弁でやらせてもらいました。関西弁ってのは情があるわ。さあ、行こう。加藤一筋40年前も、40年この今もな、歌、声、顔そのまんまやろ。変われへんがな。それが私の取り柄や。まずほいじゃこの歌からいきまよか。この帰り船で幕を上げたか、わけがおまんねや。帰り船と大阪、ああ本当にもう感激の思い出がおまんねや。福音列車の時代ですわ。終戦のあくる年やったな。とにかくあんた梅田からだんな、難波まで何にもあらへんねや。ずんべらぼぼや、やけやこや。そんな時代、私があの仕事で大阪駅におりました。スピーカーでこの帰り船の、ね、歌が聞こえてきました。そこに福音の列車が入ってきて、福音の人が降りてホームを歩いて、この立ち止まって帰り船を聞いてくれはってまんない。はあ、生きて帰れてよかったなと、そう思うて聞いてくれはると思ったら、もう飽きまへんねや。この辺がこうなってきてな、ほんまして、もうこの時だけは、歌手になってよかったなと思いました。こういう思い出が増したんや。さあ、ではここでもう一遍皆さんに船に乗ってもろて、今度は玄界灘へ行きまよ。
この限界ブルース、それからさっきの帰り船、やっぱり私はこの船の歌に縁が埋まんねやな。初めてまだ一人しびれたぜこの初めて町の歌をこの譜面取って、それを取ってあのレコードにしましたな。それも船の上や、天保山から四国に行く船の中、でやでやでやっとこの闇屋のおっさんが入ってきてやな、あっバテンおるがな、これ食いな、これ飲みな言うて、あんたあの物のない頃や船の中でどんちゃんさらけてこれもいいや。ほんで歌い出した歌がおまんねや。あ、それなんちゅう歌やねんな。うん、何やちゃんけどこれも大阪で流行ってんな。うん、ええがなちゅうて、それを譜面にとってやな、吹っ込んだのがこれや。送られましょうか。いやもう本当に舞台の横におって涙がこぼれてきましてね、感激ですわ。あんたな、ほんまになんとも言えんな。あんたな、え、なんとも言えんわやけど、そんなあんた勝手に出てきてもらったら困りまんがな。私が紹介してやな、ほんであんたが出てくる。いや、そんな約束。いやもうタバさん、もうそういう段取りはよろしいな、今日は。段取りはええか。もう悩む辛抱たまらんなって言っても、ゲートが開くまでにボーンと出てしもうて。いやほんまに。ほんまに。いやほんまにな、あんたまあ今日よう出てくれはった。いや、何言うんねん。いや、これね、この話が決まってさ、まず、藤田誠はんやと頼んまっせで頼んだ、あの人忙しいからな。何を言うてはんねん、水臭いあんた。いや、ほんまによう出てくれはった。いや、私はね、タオさん、また中学校の頃から大劇へずっと通うたまんないで、今日来たはる方も大劇へね、そうでしたろ
あんた朝から並んでね、そうか、朝から並んで入れんの昼過ぎですわ。競技の歌詞と違いますわ、人気がね、ガーッと取り巻いてて、で見られんのはあの頃3回公演でしたから、うん、見られんのが2回目やっと入れてね、で入った時は3階のてっぺんですわ、前の方行かれへんから、で3回目になってやっとこうね、かき分けて、で団駅の一番前行って、だいたい田畑さんをこういう角度で見てましたよ私ね。いや本当にまあ、うん、懐かしいな。大劇は懐かしいわ、ほんまにね。とにかく大劇いいな、一番行さん出演したのは私やね。あ、そうか。38回まで覚えてるけど、あと覚えてへんわ。そうでしたろ、ほんまによう出たはったもんね。で私は中学校の頃ね、田畑さんの歌をこう聞いて、俺も歌手になりたいなと思いましてね、で人に相談したんだ、歌手になりたいねんって言ったら、君はあかんで、顔が良すぎるからとこう言われてね。でまあ歌手諦めて、で一番最初に芸会入ってやりだした商売がモノマネですわ、歌のモノマネ。せやけどこれもある人に言われまして、モノマネってお前のちょっとも似てへんやないかい、似てんのはあの田畑さんのモノマネだけや、あれだけお前うまいな、人に言われたことあるんですわ。せやから田畑さんの歌には私の青春の思い出がありますし、また私を食べさせてくれた歌ですから、ほんまに田畑さんは私の命の恩人でございます。ほんまに長い間いろいろありがとう、無断で歌を歌わせていただきまして、ありがとうございます。ということで今日はこの藤田誠ではなく田畑さんの一ファンとして今日はお手伝いにやってまいりました。どうぞよろしく一つお願いいたします。そうね、あんたもなんか一応踊ってや。あ、ありがとうございます。いやしかしね、中学の頃見てたギターがこのギターですか。そうですよな、これはね、もう田畑義夫と共に生きてきたギターや。いやせやけど田畑さんの歌大体高いからね、うん、私ちょっと歌わせていただこうと思ってもそれは無理ですわな。そこや、えこの隠れた友情っていうのは美しいで、ああ今日はこれやるかもわからんからつんで、ええ、一音音を下げてきたんや。まあ、大変ですね、譜面を一から書き直さないといけませんやろ。相当これもかかりまんねこれね。そうですか、何やるやん、高いな。あ、雨の屋台、雨の屋台、これやらせてもらえますか。よっしゃ、行くぜ。来ましたなこの歌もね。いや声が太くてええわ。そうでか、ええ、いやほんまに感激ですな。いや今日ね、うん、うち出る時にですね、一番下のチビがね、パパ今日仕事どこやって、ね、今日は NHK のビッグショーや、うん、誰のビッグショーって、田畑芳雄さんのビッグショーや言うたらね、うんうん、郷ひろみさんやったらええのにってこないことチビがね、まあ、そうか、子供の言うことでさ怒らんといてくんねん。気にして、なんゴー君より前の方がええ男や思てまんか。それはね、私も金がね思ってました、
ええ、田畑さんと私ってやっぱりちょっと似たところあるんですね。いや、まあね、キャリアの長さ、これはまあ全然違いますわね。まあ、顔の長さもこれはまた違うし、しかしたった一つの共通点は、人が何と言おうと日本で一番ええ男や俺やと思うてるとこは、これは田畑さんと私ではやっぱりよう似てますな。その通りやがな、でな、今日は大阪への舞台で、2枚目と2枚目が出ようたんや、はいはい、今日はもう何にも隠さずにな、もうぶっちゃけて話しようやないかな。ええな、ぶっちゃけてちのやね。これは東京の人には分かりまへんな。ぶっちゃけてね、いこいこか兄ちゃん。いや、ぶっちゃけた話よろしか、拡散と。ああ、もう、あのギターね、これ、いや、実は5年前田畑さんと歌のパレードが芦屋でありました時、楽屋一緒でしたね。そうそうそう。で、あの時連れてった坊主、真ん中の坊主覚えてありますか。ああ、いたいたいた。これも言うたもんな、僕がな、この子は堅気に並んで、やっぱりこれは芸人になるでいて、そういう説があった。あの坊主がまだ小学校でしたね。で、楽屋がご一緒で、で、田畑さんがちょっとなんか外へ食事しに出たはって、で、そのギターが置いてあったんですわ。そしたら坊主が、パパ、こういうギター落ちてるけど拾って帰っていいかって言う。落ちてる、あんなこと言うな、お前。落ちてるって、これはパパの尊敬する歌手の方が舞台で大事に弾かはるギターや。ほんまかいな、こんなボロボロのギター音出んのかって、こないように。いや、せやけど今日はですね、ほんまにこの音が出るということが息子にも証明できましたし、ほんま嬉しいですわ。ええギターですな、それ。しかしな、あんたやっぱりなんやで、子供はやっぱりしつけが大事やしな、親の責任やしさ、やっぱあんた嫁はんにもちょっとやっぱり言うといた方がええで。ああ、そうですか。やっぱりうちの息子は物を開いたがる癖があるんですね。いや、それまた別っちゃな話や。あ、そうですか。やっぱりこれはやっぱり親の責任ですかね。そうやな。ああ、ということは、私はまあ家におらんから、これはやっぱり女房の責任ということになりますね。まあ私のところの女房やなしに、まあ一般的に最近の女房族はちょっとだれとると思うんですよ、私は。さよか。で、ここで一つですね、よろしくはもう一曲歌って。かまんそうでか。かまん、歌わせていただいていいですか。これはやっぱり日本の全女房族に聴いていただきたいんです。おっさんのバラードです。聞いてください。わかるな。よう考えたら20年前ですわ。知り合いに勧められて見合いしたんです。見合いの席上、嫁はんがこの人に断られたら私どうしようかなってな寂しげな顔しとるんで、これやっぱり男気を出して戻っとったんです。それがどうです、20年経った今。結婚した時は体重も54キロやったのに、今あんた75キロもおまんねえで。これ慣れてると思いませんか。ねえ先輩、分かってもらいましたろ。分かるな、分かる。娘もそうですわね。この間ちょっとお井戸に触ったら、パパエッチちなこと言いまんの。何がエッチじゃ、小さい時お前風呂入れたったやないか。別にお父っつぁんがエッチやさかい触ってんの違う。お前が嫁に行った時に立派な子供が産めるかどうかお父っつぁんテストしてんじゃないか。お前ちょっと慣れとるぞ先輩。分かりましたろ。分かるな。もうそれはもう分かりやすいぐらい分かるわ。分かる。あんまり俺を舐めて
すいません、余分な歌歌いまして。いやいやいや、しかしね、うん、私は本当そう思うんですよ。長いこと歌うてはりますけどもね、大劇でとえはたえにお客さんが取り巻いて超満員の会場でも歌うてはりましたし、また私はお客さんが5、6人しか入ってなくってガランガランの大劇で田畑さんを拝見したことがあるんですよ。人情としてね、今日はちょっと手抜いて 1,2 曲カットして歌おうかっていうところがこれは本音ですわな。しかし満員の時も 5,6 人の時も田畑さんのステージは変わらないんですね。これが田畑さんの新章ですな。シャー、ねえ、田畑さん、うん、あの当時の大劇の支配人杉田藩中方覚えてありますか。よしよしよし、ね、うん、田畑芳雄はうちの大劇を盛り立ててくれた人や。なんぼ客が入らんようになっても毎年田畑芳雄の実演はやるで、うん、ね、ほや、そうでしたろ、うん、ほんまに、そうです。何十年経っても変わらんてほんまにね、私は本当に感心する。いやいや青木に、いやほんまね、もう一つ私言いたいことあるんですわ。大体あの役者っていうのはギャラが安いんです。その代わり息が長いんですな。で歌手の方ってのはね、ギャラが高い、ものすごい、その代わり寿命が短い、これが普通なんです。それから一人だけ違う人がおるんですわ、ここに。ギャラが高いは息が長いはね、こういう人を取り締まる法律を新しいの一つ作ってほしいと思うんですけども、しかしそんなアホな法律ができたら私はすぐ刀を持って必殺ぶち殺し人で参りますから、任せてください。田畑さん、うん、頑張ってくださいよ。大きい大きい、ねえ、大きい、はい、また聞いてますね、うん、いや今日はね、本当にあんたよう出てくれてわしは嬉しいね。いやほんまに頑張ってください、うん、ありがとう。聞きたい歌たくさんありますから。よっしゃ、はい、任しとき任しとき。どうも皆さん失礼いたしました。しかしやっぱりちゃうな、偉い人やで、なあ、喋ることがちゃうがな、勝手に出てきて、まあようあんだけ喋ってあんだけ歌うてやな。じゃあまあさよなら。じゃあやろう、やっぱりええとこある。まああれが大阪のバイタリティーちゅうねんな。こらかん、こらもう負け取られへんわ。負けてこれで勝負しよう。
長、この歌でいこう。明日や行こう。19の春千里万里路。
切なさよ。マキシキ、私がマキマキ東大やないでかいや。私が大阪で育ったのは9つから13まで、場所は鶴橋から異界のあの辺が家賃が安いねや。今知りまへんで、まあの自分が私の一生の思い出に残る悔やせや食わずの時代でね、おっかさんと弟と3人んなもんあんた働ける年でもなし、銭の入るとこがない。17、8回夜逃げしましたよ。なあ、おっかさんと弟が前を引いて私が後ろを押して、で大体この宿替えの時間は夜中が多かったんだよ。でまあ夜中や境になるべく音を立てるようにさーっと踏み倒すもん踏み倒して18回ぐらい夜逃げしました。しかしまあなんだな、まあそうそう、あの当時学校はあの大阪の鶴橋第二尋常高等小学校って今今でもマシやろ。3年生半で卒業ですわ。でなんで3年生半で卒業したら言うたら、あんなあんた学用品買う銭なんかあるわけがない。でもう一つ困ったことは、2年生3年生になると午後の授業でっしゃろ、弁当がいりまんがな、米のお飯なんて夢物語、入院になる昼になるともうみんながガラッと弁当箱開けましたろ、子供でんがんな、こんな切ないことおまへんで、でバーッと一人で運動場の方へ行って遊んでましたけども、そんなことがあんた長く続くはずがおまへん。ほんでまあ自分の方から3年生半で卒業してやめましたんや。今振り返って、しかし何食っとったんか、今日こんだけの体に育ったと思います。毎日毎日おかいや、それも米探さなあらへん。でそのおかゆも食えん時何食っとったって、おからですわ、あれ醤油かけて、おかずは紅生姜、これはあの細かく刻むとええー、おかずになりますわ。紅生姜っちゅうのは何十年経っても同じ色同じ味同じ匂い。私はあれ見るとな、いつもおっかさん思い出しますね。でまあこんな悲しかった嬉しかった楽しかった時代のことをおっかさんと泣きながら話をした丘があるんですわ。でおっかさんと弟は伊勢の姉さんに引き取られ、私はでっち奉公ガシントレッチャス、おっかさん送ってくれましたがな、その駅へ行き行く道すがら小高い丘がましてな、それがふるさとの丘。私あの時のおっかさんのあの涙の顔はまだ忘れられません。
ぱり飽きまへんな。おっかさんになるともう飽きまへんねや。あ、思い出しまんか。ほら、あとの歌が歌に なるかいな。ええか、よっしゃ、行くぜ。いや、で、まあ、それで名古屋へでっちぼこにいましたよ。で、薬屋ですわ。で、着いた途端にもう用事つけられて、森氏自慢だよ、小森。同じ年頃、初めは仲良く遊んでましたけども、そのうちに喧嘩や。そんな主人のこの頭振り飛ばしそうだよ。だからあんた主人が飛んできて20ぐらい殴られてな。その時思いましたで、畜生見てけつかれと。今えらいもんになって見返してやんねんちって見てけつかれと。執念で大ヒットに導いた歌がおまんねん。行きまよか、ふるさとの灯台。すまへんな、歌がおかしになってしまって。すまへん、すまへん。よっしゃ。まあ、こうやって何回も舞台やって、ほんでまあ楽屋へ帰って、時々ちょっと反省してまんねや。やっぱりお前の歌は骨やな。うん、私の歌の原点は骨ですせ。8月40年目にかける新曲、骨の歌や、別れの港聞いたってや。
寂しい思いをさすけどしばらくお前は勝負をしような壁を迷う願いをかけよドラがなくなる心にしみる泣かせてくれるね泣かせてくれるねの大阪本当に気分を歌わせてもらいました、うん、来年も頼むぞよっしゃ言うこと忘れてしまえやんかな、うん、歌い続けて40年これからですせ人生は、うん、本当にええ歌を歌えるのもなええ声が出るのもほんまにこれからや歌いますせやりますせ任せてきゃそんなもな死ぬまでなんてそんなケチなことは言わんねん死ぬかいや大地、うん、死んでもうとでまそれがバタヤンタバタヨシオや任せといてやさあほんだらな最後よしやっかもう一丁いきまよしびれるやっちゃこれで皆さんにしびれてもうてしびれっぱなしで今回お別れしまよかそれじゃあお別れ船やSee you.